まあ、俺のそれなりのマグナムの強さっていうのをね、見せてやろうかなと思って。今50勝0敗なんだよ。で、相手オオカマキリでしょ。で、ビッグで94ミリもあるんだよ。で、俺52ミリしかないんだよ。ね、まあ、見てて見てて。超強いから俺の。まあ、でかいだけだからね、私の負け。この程度だよ。せっせっせってややる？るやる、もう。めっちゃやる、少しも早くしてみようう。あ、もうか。どんどん早くする。つくつく、早くつくよ。もう、みちちゃんのためならもう。じえ、みゃあどりちゃん、お始呼びめじゃるないよ。よ。タンバリンの音に合わせてえ、みどり丸ちゃボん見タてンん押しの？てね。え、こんなんやったっけ、今まで。せっせっせ怖ーえまず盗みまた怖ぬえこやりの水でで アルペン四ご五と六にこさが戻りま三しょ四ドヒャーラララドヒャーラララ集中できるか、おい おい、ドヒャちょっと待って。ーラララちょ、あれ嫉妬しすぎやって、みどりちゃん。あこれんな嫉妬も、この距離集中ドできヒる。ャーラもう、あみれどドりちゃん、みどり。だヒャーラあからもう、れもう、ドヒャーラララ無理だろ、これ。無理無理無理だ。あれ？ドヒャうわ。なおれ。かなり間違っちゃったね。いや、そりゃそうや。だって、いや、首振ってんじゃねえよ。その首振りあれだろ、俺が間違えたことに対してじゃなくて、もうみっちちゃんと二人でみたいな感じのあれなんでしょ。チンコついてほしいんでしょ。あっちか、ついてほしいんじゃないや。お前チンコあんの？嘘、マジかよ。うわ、すっごく早くってある。ちょっと、聞いて。すっごく早くっていうのがある。でもそんなついてほしいの？もう、やっぱ高速ピストあんまり自信ないんだけどな。まあまあまあ、頑張ろう頑張ろう頑張ろう。ちょ、見らんといて、始めるもう、よ。みどりちゃん。もうやめて、タンもう、バそリういンうのの。音に合わせて丸ボタンを押してはね。ーい。せっせっせーのよはよっ。いよいよいアルプス一万尺小槍の上でアルペン踊りラララララララヘイ。おっ、来た。2回連続来たぞ、これ。褒めて褒めて。僕くんすっいごやく早くコースをすっごく早く合格。なあ、もうかわいい、もういい声。そうですか、今日ですか。うん、決めたんだ。もう行っちゃう。行っちゃう。あっちのお嫁さんとは相行っ性いいちゃの。うん、たまにバはバア、お前何、戦争さ。まずは家ババア、来にしねえと。ビッチかよ、お前。そうなんだ。あ、帰っちゃうの？あ、でも帰っちゃいいうんや。子たちさ。じゃあ行くよ。ああ、お前ふざけんなよ。お前小学4年生の前で「じゃあ行くよ」とか、お前。はい、わかりました。女の子ね。はいはい、伝えときます。そりゃもうビッグニュースですから。え、生まれた、もしかして。あら、うちの母ちゃんの一足違いで切れちゃった。肛門という肛門から今ね、女の子お父さんから電話。女の子だって生まれたマジの。かよ。そうだよ、やった。いいな、女の子。僕電話かけてみようかな。面白いな。おばちゃん、くれ、俺も電話代妹かかくるけれ。どいい？いいよ。妹おったらな、もう。用の名前わかるかい？毎晩わかん毎晩ない。もう。そうか、こっちからは連絡ねえ、もつけ。赤ちゃんって好き？好きやね。今までうちに赤ちゃんでもがいたみどりちゃんことのことなが好かったきやから、ね。よくわかんないや。みどりちゃんの方が好きよ、大丈夫よ。そういえば、私もちょっと前まではそうだったの。え、なになになに？俺とお前の子供が欲しいってこと？つまり、仲出ししてほしいってこと？そういうこと？もうしょうがねえな、向けてっかな、俺。いや、もういいよね、そそれ遠回しになんか、赤ちゃんっていいよね、つまり子供ってほしいよね、でも子供が作るには種がないといけないよね、つまり私に出してっていうこと？つまり私に仲出ししてっていうこと？マジで困っちゃうな、これ。いやー、マジか。赤ちゃんっていいよね。うん、そうだね。え？私ね、妹が生まれるのをずっと楽しみにしてたから、ちょ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 、ひなたが生まれた待って。え、ちょ、すっごく嬉しかったんだ。そうなんだ。最初さ、僕は妹でも一緒に寝るの弟嫌っでて言っもてなかったっけ？どっちでもよかったけど、いつの間に二人でとにかく寝る関生まれ係てに。きてくれて嬉しい。お前、お前、おい、ケツゲ、お前。お前、みちちゃん。男の子がみちちゃんどうすんだ、お前。ちょ、めっなんちゃで？いいな。羨ましい。全然羨ましくない。ちょっと、みどりちゃん、その酪農とやってっからとか言って自分のおっぱい気にしないよ、もう。緩くないねえ。ってどういう意牛乳飲んでるのに大変だってこおっぱいないみたいな、そのそうなんだ。ちょ、もういいか、じゃあ、うぜえ、お前らうぜえ。こっちの んだよ、なんで俺、ふざけんな、ふざけんな、なんで俺、ガイドはそんなに黙ってない。
なんで俺がこんなゲームせなあかんの。やっぱり結構違うよね。なんでお前らのお手伝いを俺せなあかんの。みどりちゃんたちの言葉好きだよ。あ、ちょちょ、お前もうやめたけ。みどりちゃん、お前みどりちゃん、ほんま気をつけろよ。こういうやつにほんま気をつけろよ。最初はここに来てすぐにおばちゃんがみどりちゃんの言葉好きだよって言って、みどりちゃんのことは好きと言ってないけど、この遠回しのこの好き好きみたいなこのジョブ食らわせる感じマジで分かってるやつやから、そういうの本当に扱い方分かってるやつから本当にわもうキュンとしたと思う。何が何がもうやめろよお前、気をつけろよ。いやほんま騙されんなって。でもキュンとすることってあるよね。うん、あれって体の中で何が起きてんだろう。何、楽しそうね自分ら。私の心臓青春か。おじいちゃんが言ってたよ、心臓は青春してくれてんの。生まれてから死ぬまでずっと動いてんの。二人で寝るの嫌ってみどりちゃん言ってたやろ。何言ってる間にかも。100歳の人は100年間。ちょっと待ってそうなんだ。100歳の人は100年間。私たちはまだ10歳だから、10歳の人で10年間。10歳の人で